きです。はい、ありがとうございます。今日は何時？10時やけど10月17日、はい。昨日、マナちゃんとフィルさんにお会いして、で今日はウィーフィットエコダテにお邪魔して、はい。大地くんと一緒にトレーニングします。今日は胸のトレーニング、お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では行きましょうか。行きますか。1種目目はこれいっちゃいます。はい、やっぱ大地くんも胸を強化するのはインクライン。そうっすね。課題は、いや、全部っすけどでも、昨日ヒルさんに改めてこうフィードバックもらって、はい、でその胸がどうしても弱点やから目立つっていう話をしてて、はい、やっぱりコウスケくん、実際そうなんだけどみたいな、はい、でもフロント部分で、はい、ここの輪郭が、四角がしっかり出てたから、はい、ここの厚みは評価に入ってないんだよって。それはスポーツモデルで入れちゃダメだからって言ってた、うん、うん、それはマッスルマッスルになるから、ここの輪郭さえはっきり出てたら、そうだからここの四角をしっかり作ってきてたら OK だからって言って、だから今のフロントを見て胸が弱点ではないって言って、そう、ただその腹筋、そうそう、腹筋が消えることによって、はい、ここも弱く見えるから、これ自体が賑やかになったら、ここのラインもさらに際立つからって言ってた、だからそこはその上部をもちろん強化するのもそうやけど、そうだ、そうそう、今から言ったら次11月から期間がもう少ないから、だからそれやったらもう付け根にいい刺激を入れるっていう練習をして、輪郭をしっかり出してあげた方がいい。なるほど、あ、そうなんや。いけるよ。さあ、まだいける。よし、コウスケさんのあの50何分の YouTube あるじゃないですか。あ、チャンスのやつ、プロ戦の、うん、フルで見たっすね。あ、マジで泣いた泣いた感動したっす。あ、マジで。あ、でもみんな言ってくれんなあれは良かったないや、もう完全にあれはでも高広ありきやけどないや、ほんまにあれはちょっと曲も泣かしにかかったんで、はい、そういう風に作ってくれたんや、はい、もうでもほんまに自分で何言ってるか覚えてないし、 あっこまで泣いてると思ってるから、で、お有酸素技しながら自分で見て、はいはい、ちょっとやばい俺のキモすぎるわとか勝とうが負けようがすごい不思議な感覚にならない。
買ってもなんかふわふわしてるし、そうですね、寝られへんやんそもそも、なんかアドレナリン出すぎて、負けたら負けたやなんか変な感覚でした。1、2、3、抜けてないですよねこれ。みんなこの切り返しの時に勢いを使って抜いちゃうから、収縮の時もこのバンっていう勢いを使わずにストレクトに、もう2回カモン、押せるよ、胸でゴー、オッケー、バックの時の評価が無血が高い、高くてそこで順位が上がるけどフロント向いたら下がってる、繰り返しが、だから最初フロントポーズ取った時もディフィニッションで評価がすごく低かったっつって、腹が抜けてるから、腹が甘いってことは絞ってない、絞ってないんだ、でバック見たら、いやいや違うと思って、これコントロールやなっつって行きますか、そう、OK、マジ重たいねこれ、マジ重たい、ほんまに、せーの、 モリモリじゃないですか。これを言われてんな、こう肩が巻いちゃうから、はい、ここのポイントをここに持ってくる。肩がちっちゃく見えたってことですか。こう、いや、こっちがどうしてもあの巻いてる、そうそうそう、巻いてて下がってたらこの表現力っていう面で良くないから、こういった怒り型みたいな感じでこのポジションに持ってきてあげるんですよ。でこのまま内旋させていこう。こっち側って結構肩落ちがちですからね。そうそうそう、やっぱ野球してた癖があるから、これがもう楽なんよ自分では。ああ、はいはいはい。だからリアでこう張ってたとしてもステイだったら多分こんな感じになってるよな。鏡見たら合わせれるけど、はいはいはい、うん、だからこっちで立ったらいいんだけど、こっちで立ったらめっちゃ立ちにくいよな自分は。難しいよな癖は。攻めるな。70、ちょっとゴリゴリにこれはいけますよ。ガムシャラ、ガムシャラトレーニング、はちゃめちゃトレーニングで1、2、1、ラスト、次行きます、ラスト、はい、ゴー、ギュー、あー、おー、行きました、1、2、3、3秒キープ、1、2、さあゆっくりゆっくり、今は3回と言ってたぞ、はい、いや、これ2回やな、2回です、いきる、1、2、3、あー、スロー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 、なんか落ちた、もう2回、もう2回、
収縮収縮もうちょい困ったラスト5 3秒1 2 3ゆっくりうわで5センチ差やなカズ君も一緒やった俺と58やったなよーしょ1ポイントはあのここにこうシェーカーがもう乗るようなこの厚みを作ってあげるんですよ、うん、ポッキーを挟むようなイメージドン、そう強い強い収縮まで ラストもう一発はいゴーゴー収縮まで止める1 2 3スラ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 もう2回、もう2回5ラスト5ワンはい押して、押し込む押し込む、押し込む、押し込む1 2 3ゆっくりなんか閉鎖感がいいよこれマジマジどうでかかあ、でも肩でかなったんじゃん今もう肩と胸やよし1 2 3 4 5 6 7 8 9まあ10 OK です。
ち全然でかいよ、ね、普通に細いもんな。なんやろな、その、いやでもやっぱ細く見えるわ。見えるとこで多分細いね。だってこう見たら普通に大地くんの太く見えるもんだ。それはないですよ。え、大地くん身長なの？73。なんか俺より身長高ない。高く。くつかな。いや、ちゃうやろ。縮んだっすか？かもしれん、レッグプレスしすぎる。レッグプレスしすぎる、縮んだかもしれへん、多分。自分割と最近測った173点。だから今ミドルクラスで俺トールクラスなんや。何も173？ 3点ちょい。俺175あるはずやねん。縮んでる。縮んでるからミドルクラスなのかもしれない。全体的にはこう横幅が。肩の位置自分の方が高いっす。そうそうそう。足は短いんやろな、多分。首が長い、多分。縮んだんじゃないですか。でも気をつけしてみて。あれ。一緒ぐらいか。いや、うわー、そう。いや、あいつのが大きいですね。縮んだよ。ここで判明した。もしくは今までサバ読んでた。もうや、肩の位置が全然ちゃうもんな。そうですよね、うん、普通に気をつけしてたって言っても。首長いっすよ。首長いな。だから多分顔は小さく見えた。ここが短いな。ここが長くてここが短い。俺腰の位置ここや。足短すぎるやろ。いっちゃんスポーツモデルしたらあかんやつやん。それでも勝てるんですよ、頑張ったら。そう、夢はありますから。骨盤の位置ここ。もう一回ちょっとあのペックフライ戻っていいですか。いいよ。最近やってるやつやります。オッケー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう一回やってるやつやります。これやばいっす。10分1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
ゴールドだいぶ映えてたな。の。でこんな肩の高さちゃうね。明らかに肩の高さを首の長さで挽回しちゃう。クラスちゃう。いやほんまに。ここらも一緒やんな。そこ一緒で。肩自分が高くて。やばない。クリアードが多分先祖。いいね。みんな取れました。これもう一セットだけです。 OK。 これ3セット。だいぶ張ってんな。パンパン。胸苦手な人とかはいいかもしれへんな、これこれから入ってこう胸の感覚を入れてあげたりしたら。絶対入れます。絶対入れるかな。あ、うん、もう今ディップスで3頭に全然入らなくなったから。これやりだしてからでも感覚が良くなったから。普通にダンベルフライとかもやるんですか。ダンベルフライもやる。あ、やる。普通にこれで荷重して30キロとかぶら下げて。あ、荷重ってそれが一番重さ使えるから。シュワちゃん試験。
はい、そこからプッシュアップいきます。プッシュアップ、はい、はい、1、2、3、4、5、スピード上げて、はい、6、7、8、9、10、上まで上がるよ、はい、膝ついて、膝ついて、膝ついて、1、カモン、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、はい、立って、挟む、はい、キープ、力入れて、力む、はい、1、2、挟む、挟む、3、4、5、6、息吐いて、止める、8、9、10、OK、行きましょう。来年ステージ立ちですね。楽しみだな。結構良くなってると思うんですけど、ね。良くなってる、良くなってる。今年のテーマは丸みっすね。あ、丸みな。ドンドンドンみたいな。なんだかんだマッスルマス。うん、そやな、結局でもそこはそこを出さないとクオリティが上がらへんからな、うん、それによる分離度じゃないと絶対作られへんし、ね、迫力あるもんな、立体感あったら。終わりっすか、メートルは終わりっす。はい、ということで今日は、大地くん胸トレこれで終わります。はい、ありがとうございました。お疲れです。大地くん、次のステージは予定では来年ナバーコリア、ナバージャパン、その前に何か挟みたいですね。スポーツモデル、国内戦、ぜひ大地くんの活躍も楽しみに。何だったっけ、アラサー細マッチョ大ちゃん、YouTube チャンネル登録お願いします。はい、ではまた。ありがとうございます。